こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。こんにちは。旅する呉服屋、まえちゃんです。はい、呉服屋さん、よろしくお願いします。っていうか、リフォームなんですけど、まえちゃん、どういうことですか、それは。あ、今日は久しぶりに羽織を新調しに来ておりまして、はい、やっぱり日本人は裏地の息を気にしてしまうんですかね。裏地が派手になっちゃいました。いや、実際に見えないところほどとっても大切。だからこそこだわりがある。ちょっとこういったところ、普段見えないけど、だからこそこだわってみること。これって、リフォームで言うと、実は、まあ、それ見なかったらわかんないじゃないのに、でも、気になるじゃないですか。このやりとりって、リフォームあるあるじゃないですか。リフォームもそうですし、家具とかでも結構ありますね。ありますよね。ということで、はい、そんな悩み、そんな不満んということで、なぜこんなことになっちゃった、いや、ちょっとこの金額でこれは、そんな内容がやってきたんです。では今日、まんちゃんとお届けするのはこちらの内容。これって高級システムキッチンなのにもったいない。残念といった内容。まあ、ちょっとこう、気軽に見てください。これなんですよ。これ、わかります？場所。これ、キャビネットを開けて、下から覗いたら、裏側こんな状態。え？何？何化粧されてるの？あれ、隙間も空いてるじゃないの。これ、後ろのこのゴミ箱スペース、山さんがよくダストスペース、ゴミ箱転がさないで作ってくださいねって、せっかくこれ設けたんですが、これだけ見たら、あれ？何もなってないと思うんですが、下から覗くとこれ。まえちゃん、これいかがですか？いや、私は、見慣れた光景でございます。ということなんですよね。こちら、クリナップのセントロのカップボードをこちら作った時に裏から見たらこんな風に開いていた。これって3年越しのリフォームなんです。山さん、こんにちは。3年越しのリフォームがやっとゴールが見えてきました。その間いろいろと山さんのお話を参考にさせていただき大変お世話になりました。こちらこそありがとうございます。毎晩 YouTube を見ていると家族から山さん強化と揶揄されましたが、一つ一つぶち当たる壁を乗り換えてきました。本当にありがとうございます。まあ本当に水着注意ですからね。本当にこうだん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 危なくなってきますから。で、クリナップでカップボード、壁紙も終わり、本日クリーニングが入りました。やっとキッチンが見れるようになったんですが、あれあれあれ、そう、カップボードは希望のものが宝でできない。これもいろいろありましたが、クリナップのベースキャビネットでお願いをしたんですね。うん、ということで、こちら、宝の方の食洗機が入るところ、これ、既存の干し崎を、予定してます。見たら、板で、ちゃんと覆ってあるんですよ。一応クリナップの営業の方に問い合わせしました。これが標準と言われましたが、隣の引き出しとの間に隙間があり、これでは虫が入りますよ。ということで、これ、宝はちゃんとこの隙間空いてるとこ裏から覗けたらしいんですが、化粧がされていた。ということで、OK。で、今度、背面は、カップボードはクリナップということで、セントロの方を見たら裏側は塞いでない。まえちゃん、これいかがですか？いや、私、メーカーさんのキッチンの、この天板裏ですよね、ここ、見たことないんですけども、まあ、昔、よくキッチンに触れていた頃は、裏地は大抵こういうものだと思っておりました。はい。ということで、これね、山さんは、事情と考え方全部言ってるんで、解説しますね。こんな感じになってるじゃないですか。で、例えば、この、引き出し、こちら扉ある引き出し自体は扉がついていて防虫パッキンがついてるから、例えばこの引き出し抜いたら、うん、確かにそこの裏側から見たら開いてるかもしれないんですけど、ボックス自体はパッキンがあるから別に気にならないし見えないと。で、この防虫パッキンがあるので、ゴミ箱置き場のスペースからは今度こっちがスカスカだったら、こっちは閉まっていても、このゴミ箱の裏からゴキちゃんとかアリちゃんとか虫とかが入ってくるじゃないかと。で、このクリナップの高級キッチン、セントロの片目フラキャビネット高さが、今回は80、私は80っていう特殊品の高さだったので、まあこれが影響してるのかなって思って、これ山さんどう考えたらいいのでしょうか？他のメーカーはどうなんでしょうか？長文ですみません。ご教授いただきますと幸いです。まえちゃん、だからこういうことなんですよ。ここはいいけど、こっち側は嫌だと。この気持ちどうですか？いや、なるほど。せっかく引き出しはね、閉まってるのに、オープンにしたところの上から隙間、引き出しの中入れちゃうじゃないかってことですよね。そうですね。戸建て、台所、湿気、そういったこともあるわけですよね。うん、で、まあ、
フロアキャビネットはこういうものですと、ショールームでコピー見せられたものはボックスで上があったんですよね。でもダメなら自作でなんとか造作を試みますって。なんで自分でこれをやんなきゃいけないのかなっていうちょっと悲しみですよね。うん、で、山さんの見解はこれです。まいちゃん今言われたように、いや、もうそういうものだと私も思ってましたっていうように、メーカーとかシリーズで異なります。例えばですけれども、山さんはずっと TOTO のシステムキッチンやってましたので、TOTO の、ずっと20年前であったとしても、レガセスとかね、その上の BS、ブルートハープとかスーパーレガセス、全部キャビネットの裏側は、カウンターの裏側、あそこちゃんと白い化粧されてるんですよ。そうなんですね。で、はい、逆にですよ、箱もボックス、ダストボックスもちゃんと上に底板まで丁寧にあるんです。で、店員側のところに穴が開いてるんですよ、4つ。空いてて穴のところからビスを固定しますっていう形になって、テインターのそのどこを打ってもちゃんとビスが効くようになってるんですけど、今見ていただいた、シリーズ、高級シリーズですけど、とうとうだってリーズナブルなキッチン、例えば、物件用って言ってマンションとかで入れてたやつはどうにか安くしないといけないから、うん、キャビネットのセインター、テインターね、さっき言ったテインターはもうなくしちゃって、さっきのセントラと一緒ですよ。3ギでカウンターのとこ入れといたら、うん、そこにね、あの L 字で、結局あれ何のためにあるかって、キャビネットと店員を固定しないとですね、やっぱりずれてくるじゃないですか。だから固定しないといけないことは皆さんお分かりだと思うんです。で、固定するにあたって、店員があることになれば、どこでビスもんでもいいということになると、あそこの裏面に全部合板入れないといけないでしょ。ってことは3ギで合板入れるのと、全部合板入れる。これ、お値段全然違うでしょ。いや、変わってきますね。はい。ということで、各キッチンメーカー、まあ流し台から始まってるメーカーは、どうしたって流し台の時は絶対そんなことしなかったんで、そうすると3ギで、その、いわゆる L カラーもの。これはもう、まあ文化としてあるわけですよね。で、はい、海外製のシステムキッチン、高級システムキッチンから言ってる、とうとうなんか流し台作ってなかったって、高級システムキッチンから言ってると、もともと天板ありのもんから来てる。で、これシリーズによって結局変わってくるというところもあると思うんです。で、宝はだってだって、宝も物件のね、物件ってマンションとかの、やつだったら、昔山さんは結構こう、柳田産業時代、柳田産業のキッチンも店員はありませんでしたよ。で、ちゃんと金物でやってました。宝のキッチン、たまにライバルのところ、あ、見に行きましたけど、あ、やっぱり同じようにしてましたね。つまり、そのシリーズ、メーカーによって変わってくるっていうことなんです。だから結論はメーカーによって違います。グレードによっても違います。宝だからやってるってことで、宝もマンションで安くコストダウンするため、下から見ると板がなくなったりするのも山さん見ていましたということで、ただクリーンアップのセントロがどうなのかって、セントロ高級だしなっていうふうに山さん的には思います。ただし、ここもあるんですよ。防虫パッキンがついてたら OK!っていうこともないんですね。これはずっと、山さんもずっと過去何年間、柳田の時もずっと、トートの時も、ニトリの時もそうですけど、お客さんに、防虫パッキンがついてるのに虫が入ってきたよって、まいちゃん言われたことあります？いや、私はそこまでは言われたことないですね。これね、そんな頻繁には言われないんですけど、虫って、ほんの数ミリでも入ってくるわけですよ。で、あんなね、防虫パッキンの扉の召し合わせみたいなところなんか、スカンスカンスカンじゃないですか。扉に防虫パッキンついてないと。海外ついてませんからね、ちなみに。あれ日本だけなんですよ。なんとなく流し台の文化から来てるんですけど、あんな防虫パッキンであんなちっちゃいゴミ箱とか無理ですよ。どうやったら、虫が入らないか。これ冷蔵庫ですよ。冷蔵庫みたいにマグネットで完全にひっついてたらいいですけど、うん、キャビネットの、例えば今の扉だって、実際に見ていて横から見た時にはね、キャビネット正面からしか見てないけど、防虫パッキンもへたったりとかしたり、ちょっと扉の傾きで隙間空いてるじゃないですか。そのほんの隙間からちっちゃい虫とかあり、入れるでしょ、はいはい。そうですね。まあ少し1ミリでもあれば入りますね。ってことは1ミリぐらいどっか空いてますよ。ということから考えるとですよ。考えると、別に大きいから入るっていうことじゃなくって、多分キャビネットも、今の三段引き出しのキャビネットだって、普通に天板乗せたって1ミリとか絶対空いてたりするわけですよ。ということは上に天板がない仕様になってたら、それはゴミ箱からの方が大きいから入るように見えるかもしれないんですけど、そもそも完璧にするんだったらカンカンのような形になってないと、入ってきますよということになります。だから瓶とかね、瓶とかああいうふうに虫が入ってくるようになってますけど。はい、つまり、この一応クリーンアップの営業の方に問い合わせしたところ、標準だと今回言われました。隣の引き出しとの間に隙間があり、これ虫入りますよね、と。で、これは虫は塞がっていても1ミリでもあれば入る。そう、前ちゃんと同じ意見です、山さん。で、虫とは関係なく見た目がポイントですよね。見た目はあれ嫌だなって。で、下から覗かなかったら見えないでしょっていうクリーンアップの開発者の考え方、思想という。この設計思想。
お値段その分下げてますということですよね。あれが入ったらその分上げる。どっちがいいですかっていうことだと思うんですけどね。で、冷蔵庫仕様ではないと虫は入る。というのが考え方なんですけど、そもそも論、本当にそんなこと言われたって、あそこ覗いたらゴミ箱仕様の時ぐらい塞いでくれたらいいんじゃないかなと思うんですよ。例えば、後付けでゴミ箱を塞ぐ。だからもう、気持ちの問題ですよね。あそこ、ここ空いてるって嫌だっていうのは。で、例えばその、押し入れだってそうじゃないですか。押し入れ見えないけど、開けたらなんか化粧されてないよ、嫌だとかね。ああ、なるほど。なんでこの剥き出しの木になってんの、はい、ラクエラもそうですよ。クリーンアップのラクエラだって前だれ部あるじゃないですか。こうカウンターの前だれ部。前だれ部、手前のところのカウンターのバックガードの後ろじゃなくて、前だれ部、下から覗いたら木が見えるんですよ、こういう。うん。だから山さんのところに何か来ました。ラクエラ、下から覗いたら山さん、この前だれ部のところ、木がそのまま、出て、じゃあ、それはそうですよね。カウンターって厚みが40ミリ、4センチに見えるかもしれないけど、厚みステンレス1ミリじゃないですか。残りは何って言ったら、裏打ち合板だったりするわけですよ。だから、カウンターの手前の、この水返しのあるところの、ボヨーンとする。これ今、うちラクエラって言った方見てください。私知らなかったって言ったら、カウンターの目の前の前だれの裏側のところは、この合板で木になってます。で、そういった見えないところは、やっぱりメーカーとしては見えないところまでお金をかけてあって、評価されないというふうに思って、もしくは値段を下げるだけの、ポイントとしてこういうふうにしていると。でも、実際これも考え方あるんですよ。昔、TOTOもここ化粧してなかった時があって、で、やっぱりそうするとお客さんに言われるんですよ。で、クリーンアップの営業も多分絶対これ言われてます、過去。言われてるけど、ああ、そんなに言ってこないからっていう形で感化してる。要はもう見過ごしてる。で、TOTO自体ももういいよって言ったけど、最終的に品質保証なんかが、いや、ここやっぱり手がかさむところだから、木は良くないよね。化粧ご飯にしようって言って化粧ご飯だったんです。で、そういうふうに、前ちゃんニトリ時代はありませんでした家具で。なんか、ここ言われるよな。なんでこここういうふうにするかなってあったでしょ。やっぱり完全にすべて化粧されていたら、見た目、まあ見たとき気持ちがいい。特にこの羽織のようなものだったら気持ちがいいんですけども、やっぱり価格もね、抑えないとお客様のためにっていうところもあるんで、まあ家具だとね、壁につける背面を化粧なしにしたりとか、あとは引き出しのやっぱり中ですよね。チェストの中とか。やっぱりいろんな木が張り合わせてあったりとか、そういったところは、でも、たまたま見た方に言われたことは何度かありますね。そうなんですよね。まあでも考え方によったらですよ、うん、シンクキャビネットの下にゴミ箱を入れるっていうキャビネットあるじゃないですか。はい。絶対あれ裏側から見たら絶対化粧されてませんよね。まあそうだと思います。100% されてませんよね。だってシンクボールあって、そこ化粧してたらおかしいじゃないですか。はい、なので、絶対に見た目、正面から見た時にはなんか扉とか、配管は見えなくなって、裏から覗いたらあれゴミ箱入れれるってことで上絶対開いてるんですよ。で、そこからゴミ、ね、それこそゴキブリ入る。じゃあ、損傷間違ってんのかっていうことにもなりかねないので、これどこからどこまで抑えるかって難しいんですが、まあ、せめてゴミ箱ぐらいのところをなんか塞いだらいいのにな、とは、個人的には思いますね。ということで、まあ、ゴミ箱っていうところもまたちょっと気になるのかなっていうところがありました。で、結論ですけど、メーカーを標準と言われた。セントロのカテムフロキャビネット。こちら特注だったんですけれども、ショールームでチェックしたいところですね、と。で、セントロでこれって寂しいですよね、ってわかります。ちなみに営業マンは嘘は言わないので標準なんでしょう、だと思います。で、ただショールーム行くとですよ、ステンレスなので、カビも虫も寄せ付けないの歌い文句をどれだけ聞いてきたか。でも、隣引き出しに指が入ります。騙された感じになりますよね。まあ、その気持ちはわかりますよね。だからですよ。まあ、これ、開発の設計室はもう多分ね、メーカーの中ではね、もう、営業はみんなわかって、ああ、もうこれ、もう本当困るよね、これ、うちの会社。っていうふうに言ってるんだと思います。なんか、クリーンアップの多分ね、この動画結構見られてますから、こういうふうに言われてますよって言うと、いつの間にか、しれーっと、新しく塞ぎ舞台ができましたっていう。だから前じゃもしね、コンテンさんとかがあったら、コンテンさんに塞いでもらったらいいと思いません？これ、メーカーがやってくれないんだったら。そうですね。まあ、メーカーがオプションでなんかその塞ぐものがあって叱るべきだと思いますし、まあ、なければ、コンテンさんにやっていただければいいかなと思いますね。はい。で、以前に、アリやゴキブリが入ったそうですよ。今回の件ですが、実は7年前にリフォームで床暖房の工事を夏にしたんですが、それから1、2年の間家の中にゴキブリが、工事中職人さんは出入り口あちこち開けっぱなし、ね、なんですもんね、と。さらに6月大雨が降ると小さなアリが、カップボード側の窓、どこからもう、
トラウマです。いや、だからどこからなんですよね。そういうこと、まさに今言われてる、どこからぐらい小さなところから入ってくるんですよ。だから、実際の大きいからということではないということですね。で、ちなみに、以前のヤマハは板があった。そうでしょ？だから昔だからとかね、そういう高い、安いじゃなくて、メーカーとかシリーズによるんですよ。ましてや、ゴミ箱なので、これから夏を迎えるに憂鬱です。以前のヤマハの時は、今のトクラスで、ね、化粧が貼ってあったんですがね、せっかくの高級キッチンセントロ、クリーンアップ高級キッチンセントロを選んだのに、残念というか、お粗末。残念。あ、でもこれから私、故障してみます、ということでした。で、見える部分では大満足なんですよ。クリナップさん、今回のこのオートムーブの上の幅木を釣り戸棚の面材と合わせていただき、見える部分ではもうとっても感謝しています。で、今回リフォームしてくださったハウスメーカーはできないの一点張りでしたけど、その他どれだけ不毛な議論したか。でも、新築何々さんより全然良かったですけど、なんかちょっとディスってますが、なんか嫌だったんですかね。これなんかいろいろ打ち合わせしたみたいですね。はい。ということで、星崎食洗機、宝に後付け、後日対応、どういうことでしょうか。先ほどの写真のところ、2代目の星崎の食洗機オーバーホール、あ、洗浄してもらったんですかね。隅、戻ってきました。なんといっても、普通の汚れで6分、ひどい汚れで11分で洗える業務用食洗機、他にはなく手放せませんでした。そうなんですね。で、ただ取り付けです。このタカラは放浪なので、キッチンではビス止めできませんでしたと言われ、前にごとごと歩いてきたら戻すから大丈夫と言われました。さらに写真のように上部も幕板が止めれないので、放浪の部分で私が木材で埋めることにしました。まあ、この辺こういうことになってるんですね。メーカー製品には手をつけられない。さて、それからまた立って、クリーンアップのゴミ置き場の件ですが、ハウスメーカーの施工責任者の方が確認に来ました。やはり前回の住み分けではありませんが、クリーンアップがどう対応するかですね。ハウスメーカーとしてはやりません。 指示がなければメーカー製品には手をつけられないという感じですね。もうこの辺もやっぱちょっとこう、なんていうんですかね、ハウスメーカー、サラリーマンなんで自分たちでは無理なんですよね。多分これ小さなコンテンツだから、奥さん塞いであげますよって言ってくれるんだと思うんですけれど、とにかく、メーカーがやったんだからメーカーだろう。いやいや、これは工事だろうと、社内でなんかこう、縦割り的なね。まあ、あ、じゃあ奥さんや、うちやっときますよって。別にそれつけたから、あなたがやったから、もうクリーンアップの、セントラルが傷物になっちゃったよってなんて誰も言わないのに、いやいや、メーカーが言ってるんで、私たちはメーカーの触れないんですって、なんかこう、憲法のようなルールになってます。メーカーも別に触ってもそんな何も起こる日もしないっていう形なんですが、ハウスメーカーとしては絶対だ。この辺がね、やっぱりハウスメーカーと地場の工務店の違いじゃないかなと思いますね。それでも、再度確認しますと変えられました。やっぱり結局は私がやるの続くということでした。まいちゃん、いかがだったでしょうか？そうですね。塞ぐぐらいわけないと思いますしね。やったからといって何か構造をいじったから保証が外れるとかもないと思うんで、やった、出たらいいのにと思うんですけどね。できないんですかね。ね、ダメです。もうメーカーの商品はメーカー製品。メーカーのやつにビス一本塗ったらもう保証が外れます。これハウスメーカーの考え方です。もうこんなんですよ。すごいやりにくいですよね。はい、自分でやるか、残念。こちらクリーンアップのセントロ裏側、ゴミ箱を置く方はここ空いてるっていうことを確認してくださいね。LINE 登録で定期的にプレゼント配信してます。こんな情報、あんな情報、そして皆さんの困ったなっていうこと、リホナビにどんどんお寄せください。リホナビ友の会 LINE サービスで気軽にリマさんの情報をリホナビ教室でシェアしてます。コンテンツ1300以上、 YouTube、 ブログ、インスタ、サチのリホナビ、日々集まるリアルな声、ビフォーアフターお届けしております。で、リホナビライブラリーがね、昨日ぐらいからもう徐々に、サチのリホナビのサチさんのお友達、ミカちゃんが手伝ってくれまして、まあ、じゃあ入っておりますんで、我々もちょっと頑張らないといけないですね。追いありつかがとうごないざいといまけす。ない。で、このよくある質問っていうコーナーなんかも新たにリホナビライブラリできてますね。まだ見てない方、リホナビライブラリぜひチェックしてみてください。ということで、今日お届けしたのは見えないとこ、裏地。まさに、まえちゃんの言われるのは裏側、この辺が。まあ見えないからなんですけど、今日全体通していかがだったですか？まあ、ああいうもんかなっていうのは、まいちゃんの中でも意識はあると思うんですけど、プロから見てユーザーの声も含めてですけど。いや、私はまあやっぱり見えないところまでお金かかっちゃうとね、まあお客さん高くなっちゃうので、まあいいかなと思って開発側はやったと思うんですけども、まああれだけね、確かに虫が入んないですよ、隙間がないですよって言っといてオープンだとね、スカスカだったっていうのは確かに残念なので、ね、オプションでお金かかってでもいいから、なんか用意していただいた方が親切だと思いますね。あ、そうですよね。
まあ、まさに本当おっしゃる通りで、防虫パッキン使いませんなんて書類で言ってませんしね、ゴキブリとかそういう虫を寄せ付けませんって言って、あそこスカスカだったら、ちょっとこう、なんか二枚舌みたいな感じに聞こえますね。まあ一番ね、セントロとかね、いいキッチンじゃないですか。すごい高いキッチン、わあ、夢のーと思って、何これっていう。だから、わかんないですよ。高級車。例えば、ベンツ買いまして、パッて見たら、おいおい、ちょっと待って、これトランクルーム開けた、この裏側なんだよ、みたいな感じなんじゃないですか。いや、覗かないとわかんないじゃないですか、ね。なんでここがこんなの塞げようって。他の車やってるぞっていう、なんかその辺の高いからこそ、ちょっとそこについては配慮が欲しいんじゃないかなっていうのが、ユーザーの声だと思います。まあもちろん、虫なんていうのは、どこでも入るんですね。ただ、そんなこと言い出したら、普段からそれ本じゃ言うなっていう話になっちゃいますんでね。その辺がちょっと矛盾しているんだろうと思います。ということで、いきたいと思います。せーの。必ず、できいる。いってらっしゃい。さあ、裏側どうするかな。また、広報待ってます。続報したいと思います。